石狩市議会事務局の小西です。9月1日より平成22年第3回石狩市議会定例会が始まりました。会期は9月16日までの16日間です。今定例会では報告案件4件が初日に報告された後、平成22年度補正予算6件、条例改正案など3議案と、 平成21年度の決算認定13件が提案され、議会で審議されます。今回の一般質問者はご覧の通り9名で、9月7日火曜日と9月8日水曜日の2日間で行われます。また、主な質問項目はご覧の通りです。今回は、 一般質問のため、質問者は質問者席で個別の項目について質問し、その都度、市長、担当部長などが自席で答弁します。10月に執行予定の衆議院議員補欠選挙に要する費用や、7月末から8月にかけての大雨による災害復旧費用など、当面、急を要する経費にかかる補正予算や、 来年4月に開設を予定している、仮称子供未来館に関する、石狩市児童館条例の一部を改正する条例案などについて、審議が行われます。また、平成21年度の決算認定案件13件が提案され、11人の決算特別委員会に付託されました。市議会では、第1回定例会から傍聴席に 46インチのモニターを設置し、より傍聴しやすくなっています。ぜひ傍聴においでください。なお、各議員の質問順及び質問項目は、石狩市議会のホームページでご覧になれます。議案採決の様子をご覧になりたい方は、16日最終日に傍聴においでください。本会議及び各常任委員会、 議会改革推進特別委員会は傍聴することができます。市役所5階、議会事務局で当日お申し込みください。また昨年5月から本会議はすべてインターネットで映像を配信しています。ご自宅でお好きな時間に見ることができます。このサイトへは石狩市議会のホームページ、またエリステレビのサイトからもこのマークを押すと ご覧になれます。なお、映像配信開始は各本会議終了後一週間程度です。また、石狩市議会では11月初めに平成21年度各会計決算認定の状況を中心に市内5カ所で議会報告会を開催します。開催場所、日時など詳しくは 後日、市議会のホームページや、アイボードなどでお知らせします。皆さんのお越しをお待ちしています。